よし、よし、お疲れです。来ました。はい。久しぶりやね。はい。振り袖のオリジナル帯。はい。はい。今日のこの見通しポイントは。はい、垂れ先の方に結構こう豪華なひだを作ったので、うん、垂れの余りがあまりなかったんですが、はい、それをいかにどうお太鼓を作っているか、はい、はい、です。これ初めてじゃん、この振り袖でお太鼓、うん、あったっけ。まあ、フラスーメンはやったけど、ああ、そうや、ん、まあまあ、珍しい、この、はい、このベルチャンネルでは珍しく、振り袖お太鼓、はい、はい、なんでこれね、あのまた見ていただけたらなと思います。はい、はい、それではやっていきましょうか。はい、はい、それではオープニングスタート、よいしょ。はい、では手先の仕込みからしていきます。帯は裏向けておいてください。端から43センチのところで折り返します。折り返して左の上からこの縦幅大体3センチぐらいのところから斜めに折ります。 1,2,3 折ります。そのまま立てて持ちます。で、ここで1回、山取ります。で、もう一つここで山を取ります。そこをボタンゴムで留めます。輪ゴムでもいいですし、留めます。で、そのままできたまま、ここのひだをそのままここでぐるっとこう裂いてもらって、そのままこっちへ半分に折ります。で、そこへゴムでくくります。こういう感じで留めておきます。で、そのままこれを、こうあった右の上の角をギュッとこっちに送ります。くくって、裏のこのゴムのところでピッと引っ掛けときます。こういう感じで引っ掛けます。いい感じにしておきます。これが手先の仕込みです。垂れ先の仕込みをしていきます。まずは垂れを裏に置きます。そして、こちらの端から43センチのところで折り返します。で、こちらの左上から縦幅3センチぐらいで斜めに 1,2,3 回と折ります。で、それを待ちます。で、あとは山、一つ山取って、もう一つ山をここで取ります。で、そのままゴムで留めます。で、ここはタレをピーッとめくっておきます。で、このままのひだの流れを持って、で、ここは一回上に上げておきます。で、そのままこれをまた半分に折ります。で、根元をゴムでくくります。
そうするとこういうひだができます。はい、はい、では帯を巻いていきます。帯を屏風畳で持って帯板を脇に挟んでます。柄止まりは左脇です。手先のひだを背中心に持っていきます。帯を締めます。ここで帯板を入れます。で上を少し折ってしっかり締めます。左の肩甲骨の下にピンチで留めます。でこのまま斜めに折ってこれをもう一回折ります。で手先を下ろしてこのままここでゆっくりとしてこのまま手先を上げます。このくるくるした上にしっかり手先のこの根元のところをクッと乗せるようにして、でそこへ仮紐を置いてください。もしここが浮いているようであればここを引きます。とピタッと沿ってくれます。でこのまま根元を開きます。で垂れ先で作った羽を右肩へ持ってきます。で2本とも取って、こんな感じで出しておきます。タレのひだを作った根元のところをしっかり広げておきます。でそこへ枕を置きます。で枕の紐は、帯と縦の間に落としておきます。はい、では、帯揚げをかけます。ではお太鼓のタレを作っていきます。
では一味を入れていきます。はい、ではキレキレしていきます。こうやってくるくるこう円を描いてる場合はこういう縁をきれいにしたりとか、この中をこうきれいにきれいにこうしていくときれいに回転が出たりとか帯にツヤが出ます。でこういうひだとかもこういうきれいにこうねカーブを描いてあげるときれいになります。で広げるところはちゃんと広げたりとかして、あとはバランスを見て決めていきます。ダメよ。お疲れ様でした。今日もお疲れ様でした。さあ今日の、注目していただきたいポイントは、ポイントはマフラーを置くときに、はい、ちょっとこう帯が斜めになってると思うんですけど、ちゃんとこう帯の真ん中まっすぐのラインのところにこう、うん、マフラーを置いてこうちょっとこうまっすぐにちゃんとここはね置けるようにしてもらうのと、はい、でこの膝、ひだのこう円を描いてるところとかっていうのは結構こう繊細にこう形を作っていった方が綺麗に仕上がると思うので、はい、でこういうね、こういう曲線とかも綺麗に綺麗にこう
綺麗に綺麗にこうしてもらった方が、はい、見栄えはいいと思います。はい、これね、渦がちっちゃくなればなるほどね、カクカクになっていくからね。そうなんですよね、うん、その辺をちょっとこうにおいっとやってもらったら、と硬い帯とかやったらしんどいかもしれないですけど、ね、ああそうですね、柔らかい帯とかやったら、うん、まあまあ綺麗に線が出ると、はいはい、っていう感じですね。はい、わ、はい、かりました、はい、ということで、メメロイいきます。楽しみでしゃあないこれ。重要な久しぶりのメメロイ、ああ重要な役割やから、はい、本気でいかなこれ。はい、いくよ、はい、はい、ちょっと待ってな、というかなまだ決めてない、ね。迷ってる、迷ってんねん、2個あんの。そうなんです。はい、わかりました。はい、真面目に真剣に考えました。それではいきます。はい、はい、めめハートホール。あー、来た来た、おい気合入りすぎて、あとあの焼きやからテンション上がりすぎて前行ってもうた。すいません、これね、ここがね、これハートに、ね、ハートに見えたんや、これ、これがね、うん、ね、ショー見えてた、うん、で、これね、で、これ穴開いてるから、こっち穴開いてるから、ハートの穴で、ハートホール、うん、いいんじゃないでしょうか。はい、はい、いい形やね、これね、いい形やね、うん、ハートに穴が開いてるなんかめったにない、そんな。はい、そうですね。ということで、はい、こちらまたね、ウルトで、はい、やる機会ありましたら、はい、はい、だからお太鼓をね、お太鼓もじった振り袖帯してほしいとかいうときにちょっといいんじゃないでしょうか。はい、はい、じゃあそれでは、また次回、はい、というか、まだあれは、そうそう、最近ずっとね、朝ライブ配信してんの、はい、ライブ配信してます、はい、はい、で、この撮影ね、さっきライブ配信終わったところで、はい、その続きでやってます、はい、はい、なのでまたライブ配信見てもらえたら、はい、お得な感じで、見てもらえるかもしれない。はい、普段の動画じゃないね、ところで、僕が結構無茶言うんで、言っちゃいとか言うんで、見てリアルタイムで見てもらったらね、はい、お得するな感じになるかもしれない。はい、はい、ということで、そういう宣伝も一晩とね、はい、はい、それではね、はい、また次回、はい、お会いしましょう。はい、はい、それでは皆さんお疲れです、よいしょ。ご視聴いただきありがとうございます。 LINE 公式アカウントができました。LINE 公式アカウントに登録していただくと YouTube の新着情報、セミナーの開催情報、うん、質問やリクエストも受け付けできます。おリアルタイムでお答えできることはお答えしていきますので、 LINE 公式アカウント、 YouTube チャンネル登録よろしくお願いいたします。